こんにちは、短尺の塊中富はかんだりクラビッターたけちゃんです。本日はですね、10月発売のスピーダー SLK タイプ D について紹介しようと思います。 SLK はショート、ロング、キック、いや短尺でロングはないなよく考えたら、ちなみにタイプ D の D はディスタンスです。ズバババゴルフ、はい、本日はですね、昨年短尺シャフトとして爆発的に売れたスピーダー SLK の後継が10月に出たんですけども、その名もスピーダー SLK タイプ D というシャフトなんです。これをちょっと今日紹介したいと思うんですけども、まずそのスピーダー SLK タイプ D の50っていうものですけど、この数字っていうのは今回はフレックス表示はありません。ワンフレックスです。だから 50g のシャフト、この1本のみなんで、まずこれを紹介します。長さは、今回組ませてもらった長さは44.5 インチですね。 44.5 インチ。続きまして、バランスですね。この短さでもバランスは D の2出ます。 D2 出ます。そして、振動数ですね。振動数、230ですね。はい、続きましてスピーダー SLK タイプ D の60を測ってます。これも 60g のワンフレックスです。で、長さは先ほどの50と同様に 44.5 インチで合わせてますので、バランスから測りますね。 D2 半ですね。はい、続きまして振動下がってます。 237 です。はい、最後に比較対象として、全モデルのスピーダー SLK の、これは 6S です。 60g の S ですね。これを測ってみます。もちろん長さはさっきと同様 44.5 インチで組んでますので、まずバランスから測ってみます。バランスは D3 ですね。続きまして振動下がってみます。 249 ですね。続いて打ってみよう。はい、それではまずスピーダー SLK タイプ D の50を打ってみます。はい、続きましてスピーダー SLK のタイプ D の60を打っています。 はい、最後にですね、比較対象して全モデルのスピーダー SLK の 6S を打っています。 データを見てみよう。はい、今回はですね、フジクラさんから10月の8日に発売されたこの短尺シャフトですね、スピーダー SLK タイプ D というシャフトについてちょっと紹介しようと思います。実は、スピーダーの SLK っていう、こう短尺の代表シャフトっていうのはですね、昨年の4月に発売されてます。もう実は短尺シャフトのブームっていうのは去年ぐらいからすごい出てて、それに乗っかってきたのがこの SLK というシャフトですね。結構売れてますこれ。まあUSPGA なんかいつも言ってますけど、 44.5 インチが主流って言いますけども、あっちのシャフトはやっぱ皆さんヘッドスピード速いんで、まあ彼らはそれよりもそのミート率の方をちょっと優先させて、まあ、速いヘッドスピードでいかにして芯を食って飛ばそうかっていう、あとはやっぱりコースセッティングがかなりタフなので、その曲げても困るっていうんで短くしてるだけであって、それをまあ一般のアマチュアの人が硬いまま短くしちゃったら良くないんですよね。長さが短くなった上に硬いってなると球が上がらないっていうのが一番最大のデメリットになったの、そこを払拭したのがこの SLK というシャフトやったんです。短尺、まあ、45インチ以下、まあ、大体今回シダクラブは 44.5 インチで組んでるんですけども、その 44.5 インチでも球が上がるような設計プラスバランスが出る、この2つの設計がアマチュアゴルファーに爆発的に売れたっていうところでした。ただ
やはりまあこれ当たり前という当たり前なんですけど、短尺にすることのデメリットっていうのは、球がこれは上がる設計にしてるとはいえ、やはり短くすることでヘッドスピードが下がるんですよね。だからそのヘッドスピードが落ちるのよりもミート率が上がるっていうのを売りにして売ってたんですけども、まあアマチュアゴルファーの方、まあそのゴルファーは当然皆さんね、わがままです。短尺にしても飛距離が欲しいというメリット、その要望があって、今回この新たにスピーダー SLK タイプ D という、要するに前回からプラスこのタイプ D ってディスタンス、つまり今距離っていう意味ですよね、をプラスした短尺シャフトを出したという経緯ですね。はい、今回タイプ D が前回の SLK と大きく異なっているのは、前回の SLK っていうのはフレックスがあったんです。今回は40、50、60とワンフレックスです。要するに S とか R とかはありません。もう 40g、50g、60g それぞれ1種類ずつしか出してません。だからもう重量違いだけってことですね。 40g のシャフト、 50g のシャフト、 60g のシャフトで、ここでポイントとなるのが、じゃあ振動数というところですね。 50g が 230cpm、 60g が 237cpm で、前回の元々の SLK が 249cpm。 ここだけ見ると一見、いやただ柔らかくなっただけなんじゃないかというふうに多分取られる方もいらっしゃいますが、ここが一番面白いですね。今回のタイプ D っていうのはトルクを相当絞ってます。トルクを絞るってことはどういうことかって、シャフトのねじれを絞ってるってことですから、振動数っていうしなり戻りっていうのは、要はしなり戻りのスピードはゆっくりしたんです。ただねじれ、シャフトのねじれっていうのを軽減さすことで、まあちょっと表現が悪いかもしれないですけど、パリッとした、まあ、シャフト全体がそんなにねじれないシャフトに仕上げてます。でもって、しかも最近の大型シャフトに合わせて先端剛性を高めることで当たり負けを軽減。つまり今回のシャフトっていうのは、前回からトルクっていう方を絞って、ただ振動数は落とした、まあ、S シャフトですけどね、 S シャフトと比べると振動数を落とした、ちょっと特殊なシャフトなんです。まあ、僕いつも振動数ベースでトルクっていう話はあまりしないんですけども、シャフトを作る過程においてはトルクという概念っていうのはどっちかって後付けっていう概念のことが多いです。実際要するにシャフトを作る過程でトルクを先に考えて作ることはないって僕も聞いてたんですけど、このシャフトはトルクの方を前面に出してます。つまりシャフトのねじれ、トルクってシャフトのねじれなんですけど、ねじれを軽減させてそっちを先行に考えた上で振動数を落としたという感じですね。だからこの辺はやっぱアフターマーケットっていうのを得意とする、まあ藤倉さんのその考え方の面白いところです。で正直に言うと、ただ僕はこっちの元々の SLK の方が打ちやすかった、まあ、60に関してはですよ、60に関しては打ちやすかったんですけども、距離が出たのはこの新しい、タイプ D の50です。振動数がいくら、柔らかいって言うても、どっちかっていうと、トルクをかなり絞ってますので、硬さを感じる、まあ、僕が感じた硬さですよね。だから前回のは振動数はまあそこそこ出てるんですけど、どっちかっていうとシャフト全体のねじれはそこそこありましたから、柔らかくは感じてました。その感覚という部分だけで言えば今回の方が硬く感じます。今回は面白いのは考え方がちょっと特殊なので、合う人はドンピシャで合います。ただやっぱり絶対層としては前回の SLK、 元々の SLK の方が合う人が僕は多いと思うんですけども、今回の人はハマれば、もしかすると短尺で前回よりも距離を伸ばすことは十分可能なので、まあ前回そもそもやっぱ短尺を作っていい結果が出たっていう人は試すべきだと思いますね。ただそこで間違ったらいけないのは、今回は重量しかありませんから、重量を間違えないようにするのが大事だと思います。だからまあ本当に面白いなっていう設計ですね。今回は正直僕も珍しい、設計が珍しいので分からない、そのどっちに出るか、もうこれは売ってみるしかないというのがこれも結論です。はい、こういう言い方すると、まあ何のために動画作ってるやと思われるかもしれませんけど、ちょっと特殊なんですね。ただ今回ポイントとして一つだけっていうのは、やっぱりこういう設計の考え方、あとは全体に以前の SLK よりも高断性のカーボンを使ってます。つまり高い素材を使ってるっていうことで、定価ベースで言えば税抜き4万やったのが税抜き5万になってますよと、ここは金額が1万上がってきてますから、まあこの辺はやっぱりしだして、もうね安いシャフトではないので、この辺はしっかりしだして考えられたら、ハマればドハマりするシャフトかなというのはちょっと面白いなと。やっぱり 44.5 インチとか44インチで組んでもしっかりバランスが出るということなので、ヘッドの位置は分かりやすい、短く組んでもちゃんとバランスが出る、あとは短尺を好んで前回より飛ばしたいっていう人はとりあえず打ってみてください。もうこれにつきます。はい。
ズババババゴルフ。そもそも短尺シャフトを試すべきゴルファーっていうのはどんなゴルファーですか？まあ、短尺シャフトって僕いつも言ってるんですけど、短尺っていうのメリットとデメリットっていうのは、まずデメリットは先ほど少し冒頭でも言ったようにヘッドスピードが落ちるんですよね。根本的に遠心力が、は長い方かかりますから、当然短い方がヘッドスピードが落ちます。逆に言えば短くてもヘッドスピードが変わらんのやったら、こういう短いクラブを打つべきなんですよね。バランスも変わらないですし、要するに長いクラブが振り切れない方っていうのはヘッドスピードが変わらんのやったら絶対短いクラブの方がミート率が上がるわけです。次にもちろんもうその今の言った通り打点がばらつくゴルファーですね。長いクラブだとどうしても振り切れてもそもそも打点がヒールに当たったりしたら飛びません。やっぱり芯食った方が飛ぶわけですから打点がばらつくゴルファー。あとはもう一点としては球が高すぎるゴルファーっていうのも、もしかすると長いクラブだとロフトがつきすぎてる可能性があるので短尺シャフトは試す可能性があります。まあ一番はでもやっぱりミート率を上げたいゴルファーですね。振り切れない、あとは打点位がばらつく、この2つは、ある人は前回の SLK、さらに、今回飛ぶ可能性があるこのタイプ D っていうのは両方試してみるべきだと思います。短尺シャフトに合うヘッドっていうのは一般的にどんなヘッドがありますか？まあ、あの短尺シャフトっていうのはあくまでバランスが出るっていうのは、このシャフトの先端側、要はヘッド側に、重量配分を置いてるとはゆえですよ。とはゆえあまり軽いヘッドだとバランスはやっぱり出ません。だから短尺にするからにはやっぱりヘッドは最低でも僕は197以上欲しい、できたら200近くし200超えでも構いません。だからあの絶対195以下はもう僕はタブーだと思ってますから、はい、まあ、197以上っていうのを一つ目安にしてほしいですね。あともう一点、やっぱりちょっと短尺にすることで球の高さがちょっと上がらなくなる人が多いので、ロフトは 10.5 度以上、まあ最低でも10度以上っていうのを勧めます。バージョンアップした竹丸プラス D の特徴を教えていただけますか？やはりあのこちらのタイプ D と同様にディスタンスが前よりもパリッとした、パリ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 、もう完全にパリ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 。チャンネル登録高評価で竹ちゃん由美ちゃん動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。